皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はマインクラフトストーリーモードの実況プレイをしていきたいと思います。ここから覗いてみましょうかね。もう本当たくさんのエンダーマンがいますね。気持ち悪いひどい言い方。まあとりあえずここら辺のアイテムをどんどん集めていきましょうかね。ここにはもうないのかな。ないかな。うん、ない、ないな。ここも、ない、ない、もうないな。あれ、ない、ないな、ないな、もう。やむを得ません。ないのでしたら、もうやむを得ませんね。ならば、もう、ここにおりましょうかね。いいか？よし、OK。で、またみんなと話すの？なんだこれ？なんだこれ？気づかなかったけど、あ、いや、これ、あ、おう、なんだこれ？これには気づかなかった。あ、Y。まあ、普通に話しただけ？何今のカメラワークの変更。とりあえず、カメラワーク変わっても変わらないですね、ここら辺は。うざい、うざい。おお、なるほど、なるほど。いや、もうカメラワークめちゃくちゃ。あ、ここにもあったの？マジ？嘘。まあ、これも、いろいろ集めましたけど、まあ、ルベに話してみましょうかね。どうでしょう。とりあえず一通り集めたとは思うんですけどね。B。なるほど。なんかいろいろ。なるほど。エンダーマンになるということですね。ふわぁ。完全にエンダーマンですね。でも一人だけで大丈夫？まあとりあえずここですかね、これで。わお。ついに基地へと飛び込むわけですね。ちょっと途中で撮影が止まってしまってですね、また再度撮影しております。エンダーマンに見つかる。で、果たしてどうでしょうか。お前仲間、お前仲間みたいな。まあ、とりあえず仲間として認めてもらったようですね。なるほど、なるほど。とりあえずここからはちょっと時間がかかりそうなので、まあ今回はこの辺でマインクラフトストーリーモードの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。